こんにちは。時刻はですね、午後3時20分回ったところです。今日の駅はですね、皆さんもうお分かりの通りだと思います。この雰囲気、この形、このトンネル、この山、全部見たら分かる通りキングオブ秘境駅、秘境駅ランキング1位、ここは室蘭本線小幌駅でございます。小幌駅ですね、もう分かりますね。小幌です。左静かり、右礼文ということで、こちらめちゃくちゃ長いトンネルとめちゃくちゃ長いトンネルの間に挟まれてて、横に行くことはできません。そして向こう側はですね、海に続く道なんですけれども、まともな歩道がないので、当然車道がないため車で来ることもできません。じゃあこっちはどうなんだって話なんですけど、こちらもめちゃめちゃ高い山に囲まれているので、当然徒歩、車で来ることはできないわけです。じゃあ一体どうやって来るんだっていうと、電車でしかほぼ来ることができないわけです。なんとか強引にですね、歩いて来ることもできるようですけれども、ちょっと途中遭難してしまう可能性もあるため、これはもう電車で来るしかないわけですね。プーブー。しかもですね、今となってはもう完全に、昔は秘境駅でしたが、もう室蘭本線もう最大の観光名所になってしまったわけで、もうたくさんの方、そして今日はですね、お仕事ご苦労様です、保線の工事の方がたくさんいらっしゃいまして、こういう風にやっております。いやー、一人だったらここ心細いなーなんて思ったんですけれども、もう大丈夫ですね。一人で来ても全く問題ないです。寂しくないですね。おっと、鳴ってますね。線路を渡らない方がいいんでしょうか。どちらか向こうからですね、どうやら列車が来るかもしれないので、ちょっと回しながら様子を見ていきましょう。ただすごい人です。一人で降りても今日は大丈夫、全然怖くないので、今度は午後7時の電車があるんで、あの真っ暗な中をチャレンジしに行きたいと思います。チラ見タイムですね、3時12分の電車が来るんで、今度向こう、こっちから室蘭本線の、室蘭からこっちへ長万部方面の15時12分に来ましたが、今度逆に15時40分に今度折り返し電車が来る、通常チラ見タイムでございます。そのチラ見タイムにたくさんの観光客の方が訪れています。ですから今度は誰もいない夜中に、チャレンジしたいと思いますが、プー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 鳴ってますが、未だに列車が来ませんので、ほら、渡っていいのか渡って良くないのか分かりませんが、たっぷり時間はあるので、このままカメラ回し続けたいと思います。すごいところですね。本当に牛山貴信さんに感謝したいところでございます。牛山さん、元気にしてますでしょうか。広島から見守ってくれてることと思います。どうなってんでしょうね。なんかスーパーホークとか貨物が通るんでしょうか。通るとしたら普通列車ではないと思うので、赤熊か特急のスーパーホークとが札幌に向けて通っていくはずだと思われます。すごい、今日は現場の方が、お、来ますね。ちょっと様子見てみましょう。そして昔ここは、お、どうやらなんか列車が来るようですんで、危ないので、しばらく待機してましょう。そうです、今日は8月8日ということで、青春18切符の時期でございます。青春18切符の時期ですので、夏休みシーズンなんで、多くの観光客の方がここを訪れているわけであります。なんか来ますよ。なんでしょうか。なんだ、なんか来ますけど、はい、赤熊です。赤熊が、はい、レッドベア、通称赤熊が通過してきました。レッドベアでしたね。北海道を走る貨物列車レッドベアです。それでですね、もともとここの駅は一体何だったのかということです。保線のために作られたそうですが、なんと昔ここに人が住んでたんですね。誰かいたんですか。いたんですね。昔ですね、小幌仙人というですね、男性が一人住んでたんです。その小幌仙人がいたんですけれども、小幌仙人はちょっと僕も YouTube で見たんですけれども、小幌仙人ですね、低体温症になったとか胃がんになったとかいうことをいろいろ聞きまして、どうやらヘリコプターで運ばれまして、そのまま小幌仙人
病院でお亡くなりになられたということです。果たして小幌仙人はなぜこんなところに住んでたんでしょうか。昔小屋があったんですけども、小幌仙人がいなくなってから小屋もなくなってしまってですね、もう小屋は跡形もなくなってしまったということです。で、小幌仙人なんですけれどもね、一体なんでこんなところに住んでたかというと、あんまり人を避けて住んでたようですけれどもね、私は小幌仙人に会ったことないですが、牛山さん2回ほど小幌仙人に会ってたようですけど、じゃあなんでここに住ませてもらってたんですかっていうと、JR 北海道が雪かきをする代わりにここに住んでいいよということで、小幌仙人にここの任せてた、雪かきを任せてたようです。これは対岸のホームに来ましたのでね、今度こっちに行ってみましょうか。人が多いですね、もはや観光名所。じゃあ小幌仙人に私1回でも会いたかったなと思うんですけども、その時まだ小学生か中学生頃だったと思うので、小幌仙人に会うことはできなかったわけです。それでは登ってみましょう。で、長万部方面に来てみましたね。こっち、こっち見てもやっぱり海に行く道があるんで、今度長い時間散策してみたいと思います。すぐトンネルなんでね、熊出ますかね、小幌なんで。熊出ると危ないんで、一応熊よけスプレーも持ってますけど、こんなに人がいるんであればもう大丈夫でしょう。逆側に来てみました。小幌ですね。レブン静かりということで、今回1回目です。初登場なので、初登場じゃない、初訪問、登場じゃないですね私が登場してるわけですけど、初訪問ということなので、とりあえずチラ見タイムで来てみましたが、次回はちょっと夜中、スーツさんが冬の夜に来てめちゃめちゃ怖いって言ってたんで、ちょっとそこ試してみようかなと思います。小幌仙人がね、夜いたんで、小幌仙人がいたんで、まあなんとか、小幌仙人がいた時はね、一人じゃなかったんですけど、小幌仙人がいないとちょっと心細いと思いますね、ここ夜来るとね。すごいですね、観光客がいて、鈴川さん、綾乃ちゃんが来た時もすごく、観光客がいたり、保線工事の人がいたんで、工事のおっさんたちがいてくれてってことはすごくありがたいですよ。保線のこの工事のおっさんたちがいてくれなければ、僕たちも、ね、電車乗れないわけですが、おっさんたちは一体何やってんの。そこの小屋で今日は保線をやってたようですけどね。いやーにしてもすごいところですね。これもし一人だったらちょっと怖いなーっていう感じですよね。何か動物とか出たりしたらどうしようかなーなんて思うような感じです。いやすごいとこですね、ここは。あの小屋は一体何なんだろう、ちょっと気になるから行ってみましょうか。これだけ人がいれば、ね、私も怖くないですね。最初人いなかったらどうしよう、怖いなーなんて思ってたんですけども、これだけ多くの人がいれば、秘境駅みんなで降りれば怖くない、その通りでございます。私もですね、心細かったんですけど大丈夫そうですね、すごく大丈夫ですね。すごく人がいるんで全然怖くないです。これ人でやったらどうなってんだろうと思いますが、熊でも出たらやられちゃいますよね。でもこれだけ人数がいれば絶対に熊も来ないでしょうし、あのおっさんたちに今日は何をやってるんですかって聞いてみてもいいんでしょうけど、あんまりね、言うのも良くないと思うんで。駅ノートもこちらに、駅看板のところにありますんで。廃止というか、年々いつも廃止っていうことになるでしょ。廃止にはならないと思いますね。廃止、ここはもともと廃止になる予定でしたが、なんと礼文町がすごく秘境駅ランキング1位ということで、観光資源にしたいということになっています。で、もともと廃止になる予定でしたが、なんと JR 北海道に対して礼文町がお金を払うから、駅の維持費を払うから駅を残してくれというような駅になったわけです。なんだそれはという話なんですけれども、廃駅にしようとしたけど町がお金を維持費を払うから、これはもう大丈夫だということになったわけです。あった、料金表がここにあった。礼文まで220円、東風呂ラン1070円、1日2本でございます。15時44分と19時46分の2本しかありません。東風呂ラン方面は1日2本です。逆側にも料金表と時刻表があるんでしょうか。ちょっと探せなかったので見に行ってもいいと思います。そこの小屋に行こうとしたんですけれども、なんと危険なのでって言って、これは非常線が張られてて行けなくなってますんで、料金表あった、向こうにあった、ちょっともう一回戻りましょう。今日はたっぷり時間を使っていきたいと思います。尺はたくさんあります。データたくさん残ってます。
いつも5、6分で終わる動画ですが、今日はデータたくさん持ってるんで15分はいけるんじゃないでしょうか。この動画せっかく来たんですからね、目いっぱいに使ってあげようじゃないかということです。どんどん渡っていきましょう。なんと料金表と時刻表があったんですが、あちらの料金表と時刻表を見逃していたので、私またうろうろして往復して戻るわけです。尺はあります。残り今日データたくさん持ってきたので、いつも5、6分ですが、あと5分ほどデータがあるんじゃないかと思うので、目いっぱい回していきたいと思います。また戻ってきました。無駄な動きをしているわけですけれども、まあいいでしょう。小ボロに来たんですから、多少無駄な動きをしたって怒られないわけです。はっきり言って私が一番邪魔者だと思います。皆さん、せっかくゆっくり駅を見たいのに、一人ベラベラ喋る男が来てしまって、うるさい限りでございますね。ありましたね。ふう、静かりまで220円、おしゃまんべ360円、やくも930円、森1640円、函館まで2490円、新函館北斗2160円。主な主要駅が載ってますけど、時刻表こっちは朝に8時38分にありますね。ただ8時38分に来ると3時13分まで電車ないですね。1、2、3、4で向こう側にということですね。まあこんなとこでしょうかね。以上ですね、小幌駅でございました。っていうか、ここは一体何なんでしょうか。私にも全く分かりません。